の結果を当てましょう。結果予想ゲーム。今日はどういう結果ですか。はい、ということでですね、もうすでに事前にクイズノックメンバーの4人にクイズを出しております。おお、はい、なのでこれからその人がクイズを出された瞬間の映像を見てクイズに正解するのか、それとも誤答してしまうのか当ててもらうと。なるほど。我々全く知識要求されないタイプ。なるほどね、はい、だからそのメンバー理解力の方が大事ってこと。ああ、そういうこと。クイズ力より。そういうことですね。なるほどなるほど、はい、まあ、視聴者の皆さんもね、一緒に楽しめるということですね。そうですね、はい、一緒に予想しましょう。一緒にね、はい、ではまずこちらをご覧ください。はい、はい、ということで伊沢さん、はい、伊沢何がということなんだよ。問題。はい。おお、いきなり。世界で2番目に大きいサンゴ礁があり、それが世界遺産に登録されている国はどこ。サンゴ礁が、大きいサンゴ礁がありそうな国っていうとこからアプローチするか。おー、はい、なるほど。少なくとも知らないって感じだ、ね、そうだね。では、伊沢さんはこのクイズに正解するでしょうか。正解すると思ったら丸。なるほど。そうすると思ったら×を書いてください。ちなみに、クイズアップの、世界遺産検定1級を持っている高松に、この問題を、ね、出したところ、即答で正解。あー、なるほど。はい、それでは、3人ともね、決まりましたかね。はい、はい、一斉にオープン。で、まるまるバツ。おお。うちのクイズ王舐めてない。いやいや、あれよ、伊沢さんがね、あの問題に入った時大体外すなって。一旦ね、世界遺産全部上から見てんじゃないか。伊沢は。それでは、よし、結果見ていきましょう。はい。なんか外せると思うの。はい、それでは伊沢さん回答オープン。オーストラリア。オーストラリアだ。正解は、ベリーズでございました。最大がグレートバリアリーフでオーストラリアになるんですが、うん、2番目は、ベリーズサンゴ礁保護区として、世界遺産に登録されている、ベリーズのサンゴ礁。そのサンゴ礁さ、上から見てもさ、見えないから覚えてないんだな。上から見てもさ、見えないから覚えてないんだな。ということで、伊沢さん、残念。あー、中米ね。いや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 。あー、マジか。上から見ても分かんないか覚えてない。世界線上から見るもんじゃと思ってんやん。ということで、正解はバツでした。あんだけ言ってたのにさ、もうめっちゃ喜んでてる。では、2問目です。よし、まずはこちらをご覧ください、うん。いやいや、すみません。はい、すみません。では、はい、問題。問題。夏の大三角を構成する3つの星のうち、はい、うち、地球から見たとき、最も明るいのはどれ？分かんない。分かんない顔してる。分かってない顔してる。レガ、レネブ、バルタイ。それは知ってるんだよね。ちなみに一番遠いのも知ってます。なるほど。どっちか。俺の中で今二択になってる。あ、二択。みんなヒントもらえた。ということで、うわ、お考えください。これむずいね。だって勘で当たるもんね。3つの星は正確に覚えてたから、うん、3分の1以上の確率は当たる。そうなんだよ。それでは全員オープン。バツ、丸、バツ。おー、うそ。ピカさん丸を選びましたか。はい、セイさんその距離も知ってそうだったから、うん、多分ね、そこまで知識あったら、まあ、ざっくり計算はできるはずで。なるほど。知らなくても導き出せる、これは。なるほど、すごい。なるほど。できる。と言っておりますが、まあ、罰を出した2人は、まあ、あれ推理は、その、何も時としても全く関係ない方法だから、そうなった時に、単なる3分の1だからって、うん、そしたら外す確率も高いから。じゃあ、僕も全く同じ推理です。では、参りましょう、はい、結果はこちらです。それでは、回答、オープン。アルタイル。残念。じゃあベガ。悔しい。デレブが一番遠い。はい、ということで結果は失敗という。よしよしよし。どうぞ、トコウちゃん正解です。よーし。デレブが一番暗いということは分かってたんですが、うん、ベガとアルダイルで迷って外しちゃったと。いやいや、これでだって点差ついてますよ、福田さんとかなり。1点、0点、2点。はいはいはい。わかりますね。とりあえず×書いておけばいいってこと。まずはこちらをご覧ください。はい、ということで。はい。お二人には。ないないない。今からクイズに挑戦していただきます。はい。協力戦となっておりまして。お、なるほど。
画像クイズをお出ししますので、はい、はい、なるほど。なるべく早い正解を目指して、なるほどね。そうか、タイムが大事かね。ゆみさんがもし分かれば、はい、自分で答えていただいても変わりますけど、うん、はい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 、伊沢さんの方がね、まあ知識はあると思うので、うん、いろいろ伝えてヒントを出して伊沢さんを正解に導いても OK です。任せろ、ですね、知識あるひょうきんお兄さんとして頑張るぜ。相性悪そうだね。もうスタート。ということで、3問目は協力戦となっております、うん、はい、30秒以内に正解が出ると思ったら丸、はいはい、なんか出ないと思ったら×を書いてください。なるほど。この人物は誰かか。そう、だから乾知ってて即答の話やったら俺ブライアン系って伊沢さんが叫んでるそれでは回答オープン。でん丸××。おお、そうなんだ。そうなのか。僕は30秒で自分がどれだけ説明できるかを考えてみて、映ってるものの 50% 以上は説明できるなって思って、100% 知ってると考えたら 50% 説明できたら、まあ、正解できる可能性が高いかなっていうちなみにどういうこと言うわけ、ゴムだったら。場所、海っぽいところで、うん、その赤色の兜着た人と、なんか緑のなんか下着みたいなよくわかんないけど、で黄色いな刀みたいなやつをおでこのところにつけてて、後ろなんか武将みたいなやつが二人いて、なんか花札なのかなよくわかんないけど、なんかカウルタなのかよくわかんないやつがあって、加減の月よりちょっと膨らんだくらいの月があってみたいなことを説明すれば、イヌイ、ね、がそこまでうまく説明できるかどうかっていうところですね。確かに、いやイヌイなんだよな。いやでも俺やっぱイヌイ歴も長いからイヌイがあんまうまく説明できないかなと。そう、わかるわ。あと俺は単純にこれクイズむずいでしょと思って、それはもう分かんない、うん、分かんないよね。俺も分かんない。これでは結果を見ていきましょう。よし来い。どうなる。スタート。ポン。浮世絵的なが日本の絵ですね、うん、武士がいて、うん、波打ち際。この人物は誰でしょう。人物だよね、はい、なんだろうな、あれなんかもう授業になってるよ。本望みたいなのをこう上に掲げてて、奥の方に加減の月がある、うん、なんて書いてあるんだろう。本体言って、本体船、わかんないな、はい、なんか右上の方に吹き出しみたいな、なんか、うん、いいね、絵描いてある、書いてあります。ゼロ情報。なんだ、武士なんだ、刀刀なのかな、刀みたいなのをこう、なんだろう、捧げてんのかな。あ、草の木正成。あー、残念ではない。木曽義仲。残念。あ、日程下だ。正解。あー、やべ、1個膝の上上げた。あー、これ稲村ヶ崎にあの太刀を奉納するシーンですね。はいはいはい、はいはいはい、ということで、ただいまのタイムは、はい、46秒。あー、ちょっと無駄こいたな。そうだ、ということでパッと書いた。あー、ありがとうございます。あのね、みんなに必勝法があってほしいんだけど、パッと必勝法だ。あ、そう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 、あ、そうなんだ。何点か教えてやって。はい、ただいまの点数は1点、1点、3点です。これは正解数とも言えるんだけど、罰を出した数もいる。じゃあもう最初からさ、こう見てるから、こうやってよーしって問題っすね。最終問題でございます。ちょっとこの状態でじゃあ待ってください。ではこちらご覧ください。高松。はい、こんばんは。こんばんは。リラックス今日はどういったご条件で。それでは参りましょう。はい、何でしょう。多答クイズになっておりますので、はいはいはい、制限時間内になるべく多く回答してください。 OK です。任してくださいませ。何しましょう。はい、任してください。制限時間は1分です。お、1分。どんどん来い。問題、中国にある世界遺産を10件答えよ。おお。正解不正解の判定は後で行いますので。まあ、OK です。まあまあ、多いもんね。はい。はい。思いついたらどんどん答えてください。おー、了解です。いきましょう。なるほどー、はい、みんなバスを撤回する。一旦ね。世界遺産決定1級の高松さんは、60秒以内に中国の世界遺産を10件答えられたでしょうか。10個言えたと思ったら、丸。言えなかったなと思ったら、バスを押してください。いや、もう。一生法ご存知なんですけど。いや、マジ難しいこれ。そもそも中国の世界遺産を10個言うのはこれね、めっちゃむずい。そうだよね、10個って相当だよね。そうなんだ。クイズプレイヤーでも別に10個中国世界遺産は言えないと思う。あ、そうなんだ、うん、いやでも一級なんだよ。どっちかなーって。いや、まあでもこっちでしょ。はい、それでは
解答オープン。で、丸。おお。テキストでやっぱやってるから、なんか順番に覚えてんじゃないかなって。ああ、なるほど。ローラーの仕方さえ見せらなければ。そうね。では、見ていきましょう。頼む。よーい、スタート。頼む。はい、こういう。お。はい。武良源。おいい。はい。おおお。天壇。あ、すごい。おすごい。やばい。あれ四川省のジャイアントパンダ保護区。あ、すごいすごいすごい。正式名称で言って。万里の頂上。旧最高。おおおお。だから、福建ドローン。おお。蘇州の園林。お、今八ですね。今何個言ったっけ。まあいいか。ああ、ちょっと待って。チキン城、いいかな。おお、やば。いけるよ、絶対いけるよ。ちょっと待って。いけるよ、1個よ、進むスモンの破損。やばい、それ、中だっけ。やば、ちょっと待って。おお。結果は後日。後日？お伝えします。マジ？どっち？ということで回答は10個出ました。出ました。結果は失敗。失敗が。最後はスモンのパソンは韓国の世界遺産ということで、正解は9ということで、今回は高松失敗でございます。必勝。おい、必勝。自分を信じきれなかった。人の正解じゃなくて俺の正解。ということで、最終問題は得点者なしということで、ちょっと一旦もうやめよ。いらないということで、最終結果はノブ1点、福田さん1点、こうちゃん3点でこうちゃん優勝です。ということで、今回は GMO クリック証券さんとのコラボでクイズをやってまいりました。はい。まあね、投資といえば商品のことをよく知って、よく考えて売りか買いかをね、一瞬の判断で決めるというのがね、まあキーになってきますが、うん、今回もね、VTR 出演者のみんなが問題に正解できるかどうかっていうのをね、よく考えて、判断するというね、クイズになります、ね。なるほど、うん。はい。皆さんどうでした？やってみて。ちょっと難かったね。菅谷さんが正解できるかどうかとかもう完全運だった。まあ実際投資やるときはね、こんな一か八かみたいな感じじゃなくね、うん、よく調べてやりましょう、うん、そうね、はい、そうですね。じゃあ今回も事前に天文学の知識どれぐらいあるかとか調べとけばね、もうちょっといけたからね。そうだね。ということでね、投資に興味を持った視聴者の皆さんはぜひ、リンク先をチェックしてもらって、一旦勉強をしてみることをお勧めいたします。はい、概要欄からぜひ。はい、ということで今日はね、うん、クイズの結果を当てる結果予想ゲームやってきました。はい、まず虫歯症ゲームじゃんから。やんねんの言ってるけど、逆になったら多分できないから。僕たちもね、日頃からクイズをつけていきたいと思います。はい、はい、ということで、チャンネル高評価、チャンネル登録、ツイッターの方よろしく。さよなら。さよなら。通知もオンにしてね。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知オンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。